はい、どうもこんにちは、ゲーです。いやですね、スクフェスやってるんですよ。スクフェス、この間ね、東京ゲームショウでもね、ラブライブサンシャインのブースがあってですね、スクフェスのね、宣伝みたいなのやってましたけども、こちらですね、スクフェスのガチャが引けるんでございますけども、この間ね、アクアのガチャは引いたんで、今回はですね、ミューズ行きましょう。ミューズ、しかも限定勧誘なんですよ。9月26日までということで、今日何日か分かりません。今日何日だ ?24日ですね。あと2日しかありません。ということでですね、僕が狙う、南小鳥さんでございますよ。小鳥様でございますよ。小鳥ちゃんはもう可愛いね。ねえ、ということで、こちらを狙っていきたいなという感じに思っています。ラブカストーンが50あれば11回勧誘できますんで、今58ありますから、こちらの方を使ってね、ガチャ引いていきたいなという感じに思います。参りましょう。いくでい。お、来た。いいねー。同じのがいっぱい当たってる気がするんだけど、はい、ありがとうございます。特待生ボーナスおめでとうございます。特待生ボーナスのゲージがマックスになったので、補助チケットを1枚獲得しましたと。お、部員50種類集めたみたいです。50種類集めるっていうミッションをクリアしたので、ラブカストン1枚ありがとうございます。次の目標75種類だって無理だよ。いやですね、僕の狙っていた小鳥ちゃん手に入りました。あ、レアなんだね。ちなみにですよ、ちなみに SS レアね、スーパーレア、こちらでございます。いやー、まあ、狙ってたのはちょっと違う。まあ S レアで小鳥ちゃん来てますんでいいんですけど、結構ね、いいんじゃないかなと思います。収穫的にも非常に良かったんじゃないかなと。はい、という感じですね。スクフェスってすごい楽しいですよね。でも曲、僕アクアの曲をこれでライブっていうのがあって、アクアのね、僕この曲が好きなんですけど、これですね、恋になりたいアクアリウム、これが聞けるっていうのもいいですし、やっぱこれ聞きながら聞けますよね。これ聞くとさ、なんかアニメを思い出すんですよ。ねえ、あのシーンですよ。素晴らしいでございますよ。ということで、こういうゲームなんですよね。ガチャを引いたんで、こう部員が増えたわけでございますよ。はいよ。こういう感じですね。今僕このユニットにしてるんで、ちょっとこれからね、改善の余地ありかなという感じに思っております。これからちょっと頑張っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。